ばんは。昨日は公園で、今日は月曜日、そんな日でしたね。なんだろうな、最近は、今日は40分ぐらいやろう。あ、そうそう、なんか放送されるまで言うのやめとこうと思ったら出ましたね。はい、いい日旅立ちです。はい、いい日旅立ちでした、でした。はい、いい旅立ち歌うんですけど、どんな感じかな、いい旅立ち。声は合ってそう、よかった。はい、いい日旅立ち。声ね、どうなんだろうね、キーが合ってたかな。昨日の自己紹介めっちゃ声出てた。そう、昨日の自己紹介ね、あれね、昨日の自己紹介、低音が魅力だよね。ああ、確かに。なんかね、高い声、多分さ、あれだよね、リリノとかはさ、高い声がさ綺麗なタイプじゃん。私は低いのの方がいいタイプ。めっちゃ唇が顔にかぶる。こっちに来まーす。よいしょ。そう、そういうタイプなんです。そうそうそう、楽しかったよ、割と。うん、楽しかったな。そう、楽しかった、あれ。そうだよね、新潟での収録が大きかった。新潟でできたから、すごいなんか気持ち的になんか良かったなって思います。私は新潟でできたから、なんていうかな、お、なんていうかリラックス。はい。
そう、今回はね屈伸できなかったんですよ。いい日旅立ちなんでね、どこでインパクトを残すか考えてみたんですけど、やっぱりいい日旅立ちは身振り手振り動きではなんか何をしても合わないので多分あれは。なので歌の一本で、そりゃそうそりゃそうか、そりゃそうなんですけど、歌一本で頑張ったよ。めっちゃ背中かゆいそう、直立でもないけどね、別に直立でもないけど、そんな感じよ、はい、適度に乗って、そうそう、だってなんかさ、いい日旅だしさ、いいとかできないじゃん。だから歌頑張りましたよ。はい、ねえ、そうだな、歌といえばなんだろうなそう、なんか最近は公園ね、最近の私はねずっと同じポジションをしているのですが、しているのですがね、歌ありもということで同じなんですけれども、そう、でもねやっぱり今のポジションは結構なんだろう、歌割りがね結構最後の方なことが多くて、落ちた、そう、なんて言うんだろう、だからなんて言うんだろう、私もなんか歌頑張ろうって思える立ち位置だなと思うのでね、声も頑張っていこうと思います。蒸発してほしい、蒸発、最初が出てこない、そっと瞳閉じればじゃないし、どこか遠いからだよでもないし、なんだっけなんだっけなんだっけ、風が吹いて枝が揺れて日差しの滝が、風が揺れて枝が揺れ、風が吹いて、ちょっと誰か風が吹いて枝が揺れて日差しの、風が吹いてじゃね、違う そう、歌詞があれば歌えるんですけどね、歌詞があれば歌えるんですけど、風が吹いて枝が揺れて日差しの滝が、それ、音楽じゃない、カラオケあんのかな、でも歌わないとこここまで言っといて、歌わないとことか言って、そう、ふん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 、
だってさ、公園でやってる曲だし、公園でやってる曲だしさ、やんなくてもいいかなって公園でやってんだもん。そう、私がいつかそのポジに入ったらやるかもしれないよっていうことよ。やんないけどね、まだ何も話してないけどそう、聞きたければね DMM か公演にぜひ。全く何もしてないですよ私はい、全然やってないです、1ミリもやってないですが、はいはい、15日に3期生7人出る、 15? 来月の、そんな日があるんでしたっけそんな日があるの、花江ちゃんが出るのね、花江ちゃんが出るのか、そうですね、私はその時何ポジでしょうね、まあやったことあるポジションですよ、まあ多分、多分とか言って私はもう分かっているんですけどやったことあるとこですよ私は、ちなみに、はい、申し訳ないのですがはいそうなんです、やったことあるとこです、はい、はい、日野さんね、でもさ、なんていうの、日野さんがそのポジをやっていらっしゃったから、なんていうんだろうな、その歌のポジションみたいなイメージになってきているじゃないですか。そうだけど、結局結構どのポジションでも歌割りはあるから、そうそうそう、別にね大丈夫そう、全然、そう、このポジションは歌割りを見せれるとかね、まあ多少あるけど、私の今のポジションだから歌が見せれないとかそんなこともないので、はい、まあ決まっているところまではぜひ今の私のポジションで歌もね聴いていただけると嬉しいですね。だから日野さんってすごいなっていう話ですよね。え、であそこのポジションにさ、日野さんだからさ、歌っていうイメージがさついているわけじゃんねー。リカさんのモノマネ私の日野さんのモノマネね、だからそういうことそういうことだったのね、だからか、なるほど、そういうことか、納得、なるほどね、ふむふむ、よいしょ、でもね、なかなかね難しいもんですよね、
なんていうかさ、なんて言うんでしょうね、あれ何話そうとしたんっけ、やべ頭も回ってない、ちょっとね、何話そうとしたんだっけね、頭が回ってないですね、何話そうとしたんだっけね、何話そうとしたんだっけ、頭叩くと出てくるのかなって昔の機械、なんだっけなんだっけなんだっけ余計に忘れてきたんだけど何発をしてる時、なんだっけ忘れてたよ、でもね、あ、思い出したわ、そう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 、やっぱりさ一個一個さ、音一個一個さね、作ってくことがさ、なんかここといえばこれだよねとか言われるようになるのが大事かなって私は思ってるんですよ、爪痕的な、私のあのよくやるポジションで爪痕が残せるのはどこだろうな、歌とかダンスとか適当だけど、そうなんかわかる、そういうのをさ、なんかとりあえずたくさんやりゃいいっていうのじゃなくって、なんて言うんだろうな、ね、ここの歌割りはこうしたいとか、ここはこうしたいみたいなものを考えれたらなと、なんか MC でもさ、そうだけど、そうオチね、オチ、そうだから、なんかその一個のポジションでどこまでこだわれるかっていうのも大事にしているよ。ているよ。そうで、わっちゃんはね、そんなね、そんななんだよね、実は正直声が合ってるのかな、なんなんだろうね、ちゃんと全部考えてるつもりなんだけどねちゃんと結構全部考えてるつもりなんだけどね、うん、わっちゃんはわちゃがやっぱり好評なんです、わちゃわちゃうん、確かにさ、確かにだね、なんか確かに今日負け、確かにさ、私ってさ、確かにそうかも、心に太陽とかさ、なんか笑ってるんだけどさ、笑ってる以上でも以下でもないようなさ顔してるかもしれないわ、確かに、逆に考えたらなんか確かにな、何の確かにって感じだけど、確かに心に太陽とか、なんか笑ってるけどそれ以上以下でもないですみたいな、それどうにかしないとだよねなんて言うんだろう、わかんないけど、
どうにかって難しいところ、そうそう、なんて伝えたらいいんだろうね。難しいね、わかんない。自分で言っておきながらね、言葉にするのは難しいんですけど、難しいっていうか、そんなになんか考えてることとかそんな話すタイプじゃないし、いいかな別に。そう、殻を破る的な、だって、ああ確かにそういう感じかも。話すことなくて自分にびっくりしてるんだけど、今日どうしたんだろう、テンションがちょっと違かったんです。今日何なんだろう、あ、今日思い出したことがあったんだった、そう、なんかかんない、けどメイクをして外に出たので、そうそうそう、それでいきなりショールームしようと思って、いきなりそう思ったから、まだ私生活鈴木だったわ。私生活の鈴木だった、これは完全に。はい、やる気スイッチ、そう、やる気スイッチの問題。はい、今何時だろう。あそうだった、そうそう、もう切り替えがね、ギアがねちょっと入ってなかったわ。はい、まだオフだった。私生活鈴木おもろい。そう、これから本気出す、あともう10分ぐらいだけど、今何時なんだ一体、時計が24、OKOK。そうそう、そこからギアが入っていくんです。はい、あと15分。あ、そうだ、思い出したわ、絶対配信で言おうと思った、なんか木本優奈さんいるじゃないですか、なんかめっちゃ人の声聞こえる、そう、木本優奈さんいるじゃないですか、実は木本優奈さん結構いろんな方に誕生日プレゼントを配っていまして、なんか優しいですね。っていう話。いや、オチも何もないんだけど別に。いや、オチのある話を配信でするかな、しないか。そう、木本優奈さんが優しかった、はい、ただそれだけ。なんですけど、気遣いの神、それも多分その子に合ってるものを選んでるはず、多分、わかんないけど、なんとなくだけど、そう、偉いね、偉いよね、偉いから、私もちょっとさすがにプレゼントいいものあげようと思います。はい、ちょっと優しさの重さあるかな、優しさの重さ、ああないか、あるかないか。そう、ポキもうすぐ誕生日なんで何あげたらいいかな、まあとりあえず
なんか良さげなものをあげるんですけど、偉い。大人だなぁと思いました。はい。リカ様は何あげるっけな。何あげようかな。なんかメイクのものをもらったので、同じ感じで返すってありなのかなみたいなところあるので、どうしようかな。まあ、いや難しいな。なんかさ、研究生ってアクセサリーつけれないんですよ。それなのにあげても活動の場面でつけれないかなとか。どうしようかな。どうしようかな。カニでも送るだって カニ送るか。カニのハサミとかあるのかな。カニの なんかあったよな。なんかさ、なんかね、木本移動してる時に、なんか急になんか移動中ね、ペンを出してきて、隣に座っててペン出してきて、なんかカニのペンを出してきて見てみたいな それ思い出しちゃって面白い。カバンからカニのペン出してびっくりした。なんでそれ持ってきたのって おもろかった。それカニグッズ そう、まあ、木本ゆなちゃんは優しいので何かあげようと思います。はい、というわけなんです。あ、はい、というわけなんですよ。そう、なんか、そう、花江ちゃんもね、なんかくれたりして、もう分かんなくなってきたので、もうみんなにあげるのが多分いいと思うので、まあ3期生初の誕生日のすいすいからもうね、いい感じにパパ、はいはいと。上げていければいいなと思います。分かんなくなっちゃうので、スイスイにもあげます。スイスは哺乳瓶のスマホケースもくれたので、はい、でももう変えちゃったんだけどね、もう変えちゃったんだけど、次のバズタイムズでは多分もうこの子が映ってると思うんですけど、多分次のバズタイムズいつかわからないけど、そう、新しいの届いたの。そう、もうだいぶ基板で傷ついてしまったので、そう、長く持った方だよ。そう、ギリギリまで使ったから。でも私結構スマホケース長く使うタイプで、1年
以上は同じの使っ、1年じゃないか、2年3年ぐらい同じの使ってた人なので、機種変える最初から最後までずっと同じスマホケースっていうことがほぼだったので、 Android の時。そうだから、そうそう、長く使う、スマホケース長く使うタイプです。物持ちいいのかな、やった。あ、でもね、元から革っていうか、フェイクっていうか、そういう系の素材を使ってたのね、透明じゃないやつだからかも、長く使えたのは。そう、透明のやつだと黄ばんだり傷ついたりするから、確かにあんまり長くは使えないかもだけど、革っぽい素材のやつだったら長く使えるよね。手帳型使ってます、だって。ああ、いいよね、手帳型ね。私も小学生の時とか手帳型でなんか勉強頑張んなきゃいけないみたいな、勉強頑張りたいっていう時期は手帳型だった。なんか集中したいことがある時とかさ、あるじゃん、なんかそういう時になんかスマホをパタッと閉じて、なんか通知が来たなとか意識がそっちに行かないようにしてた。やっぱりなんかスマホだとさ、なんていうの、意識がそっちに行っちゃうとかあるけど、やっぱり小さい時だと。そうだけど、パタッて閉じれて、もうスマホはここに置くって決めてやるといけるみたいな子供だった。そうそう、そう、手帳型はやっぱりなんかあれですよね、意識が高まるあ、これをしなきゃだなとかはちゃんと考えれるようになりますよね、手帳型は。それが手帳型のいいところ。うんうん。普通にパターパターがないスマホケースは普通に使いやすいっていうね。そう、すぐ写真撮れるみたいな感じ。今はそっちですね。はい。そう、意識が通知来ても、ピュッていかないようになったはずですなったはず。はず。画面傷がつかないだって。そうだよね、傷ついちゃうけど保護張ってる。そう、保護のシールのやつがでもバキバキです、貼り替えます35分なので壇上読みをしようかなと思います。いきますよいしょ、いきます。13位ヤス太郎さん、12位イカッチさん、11位グリーマーさん、10位ユータさん、9位フレムアットスイさん、8位クリキントン長官さん、7位ショウさん、6位タカラさん、5位オショウさん、4位ベロさん、3位カンクロウさん、2位リエチャンズさん、1位マーチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
楽しかったです。楽しかったです。明日は火曜日です。火曜日、火曜日は何しよう。あ、すいません、めっちゃ膝をガンガンしてました。何の癖。そう、火曜日は何しようかね。テレビ、面白いテレビでも見ようかなという感じで、おやすみ、バイバーイ。あ、あさって花江ちゃん初日だって。ぜひ行ってね。行ってあげて。おやすみー。